ではペルソナ5ザロイヤル続きをやっていこうと思います。じゃあ帰還してどうする？お宝ルートは確保済みだ。どうする？引き上げるか。引き上げましょう。よっしゃ。あとは出現したお宝を奪うだけか。いよいよだな。次でもうじゃあお宝は奪えるわけだ。だけど予告状を出さないとなんだよね。いつにしよっか。待て待て、今日は引き上げて予告状のことはアジトに集まった時に話すとしよう。翔くん、今日はお疲れだ。いや、だいぶ進んだんじゃないですか今回で。石は3つ全部集めたし、もうそうだね、宝物庫にも侵入して、よし、ついにお宝へのルート確保だ。これであとは予告状を出すだけだな。あとは鴨志田にそれを分からせて認識してもらってっていう感じですか。いや、今日は進んだな。異世界と現実世界を行き来したからさすがにクタクタだな。遠出はせず近場でゆっくりしようぜ。異世界を探索した日の夜は疲れてしまい遠出できなくなります。自室やルブランでは過ごせるので、それを踏まえて計画を立てておきましょう。あ、ん？ってことですか？もうその日はよし、遠出できない。今日はお手柄だ。疲れただろ。もう普通に四茶を歩くとかもできないってことかな。家着いたか？座り込んだら一気に疲れが来たぜ。かなり奥まで歩いたしね。でもお宝見つけられてよかったよ。あんなの盗むだけで鴨下が善人になるのか。じゃあ予告のタイミングは猫に任せるぜ。アジトに集合かけてね。了解。じゃあね。だいぶ、ここだいぶね、なんていうんですかね、戦いの感じも分かってきて、なんとなく慣れてきたかなって感じがしますね。このペルソナという世界観というか、あのバトルの感じに慣れてきました。ここからが本当の勝負だ。気合い入れろよ。よし。もうじゃあ、てかお金がね結構集まって、41,430円あります。おい、あーなるほど、外には出れないのか。今日は疲れただろ。遠出はしないでおこうぜ。ホープも進められないってことかな。暇してんなら勉強するか本を読め。時は金なりだ。無駄にするんじゃねえぞ。あー、じゃあ勉強するか、どうかって感じですか。そうだね、何しよっかな。さてと、予告状を出す日を決めないとな。アジトでみんなと相談だ。やれること、ここって何なんすかね。大きな棚があってもな、何か置けるものがあればいいんだが。あ、 DVD プレイヤー買おうと思ったんだ。そういえば買ったら多分これやれやれ、ね、ここでビデオ見れると思うんですよ。せっかくテレビがあっても年代物だから何も見れないぜ。リサイクルショップで何か探してみるか。せっかく近所にあるんだし。そう、行こうと思ってたんだけどね、今日は行けないみたいだな。よーし、今のお前なら2個は作れるだろうな。頑張れよ。てか2個しか作れ、2個しか作れないの？結構さ、素材はたくさんあるのにさ。キーピックそっか。じゃあ、ちょっと待てよ。バトル用、そっか、なるほどね。そのバトル用のやつとかも作れる。いや、やっぱりね、まずはキーピックでしょ。キーピックは何かでは使うと思うんだよ。作っときましょう、作れるときに。よし、そうだな、確実に上達してるみたいだな。見ててわかるぞ。
よし、器用さも上がった。ポイントアップ。さてと、じゃあ今日はもう寝るとするか。23日になりましたね。パラメータあるじゃないですか。パラメータ、器用さとか魅力とか知識とかね、度胸とか、ああいうのってその上がるみたいな描写あるけど、実際ね上がってないっていうのはまだ多分ポイントが足りてないってことなのかな。それか、まあでも多分足りてないんだろうな。最近休日もどこも行ってないな。ショッピングとか化粧めんどくて結局ゴロ寝しちゃうんだよね。そうそう、わかる。私なんて通販様々だし。ああ出かけないですね。確かに私もあんまり出かけない派です。特に日曜のテレビショッピングが最強。それ私も見てる。風邪の時のマスクとか便利グッズもあって超使えるよね。テレビショッピング、明日もテレビチェックしとかなきゃ。日曜って言ってましたよね。日曜日はテレビショッピングやってると。人気だからその日のうちに電話しないとすぐ売り切れちゃうし。もうそういうのもあんのか。要チェックだな。はよーす。うーす、歯間に合ったぜ。鴨志田ぶっ倒すならやっぱ体力いるだろ。飯3杯食ってたら遅れそうになってよ。食いすぎじゃないそれ。ともかくエネルギーは満タンだ。この調子ならいつでも暴れられるぜ。パレスの下調べはもう終わってんだし、今日こそは予告状出そうぜ。そうだね、考えとくよ。そうか、まあまだ理事会まで日はあるしな。でも退学かかってんだし、あんま先延ばしすぎんなよ。早めに出した方がいいとは思うんだけど。うわ、また違う先生だ。歴史の乾。先日の球技大会、やはり鴨志田君が輝いてましたね。世界的名選手直々の指導なんて、君たちは本当に過保護者です。でも正直嫌ですけどね、こちらからしたらね。あんなやつの手ほどきを受けるなんていうのが嫌ですけどね。虫唾が走ります。そもそもスポーツは古代より神聖なものとして人々を熱狂させてきました。かの肉体の祭典オリンピアには選手として自ら参加した皇帝もいるほど。三島君、オリンピアに参加したローマ皇帝は誰か知っていますよね。あ、こっちに聞いてこないパターンもあるのか。別にこっちには聞いてこないと。ネロですよ。はあ、部活に打ち込むのはいいですが、学業もおろそかにしないように。ちょ、三島君をそこまで責めないであげて。まあ、彼病んでるから。すみません。ではスポーツとは無縁そうな野良くん、来た。こっち来た今度。君分かりますか。オリンピアに参加した皇帝ネロが入賞した競技は音楽、演劇、戦車のうちなんでしょう。来ましたね。音楽、演劇、戦車、全部知らんがな。まあでも皇帝だから、わかんない。ネロ戦車、まず競技で戦車ってなんだ。音楽、意外性で音楽、万能のやつなら全部皇帝ですからね。いや悩むな。普通にやっぱ皇帝強いってことを考えて戦車。困りましたね。あー違うのか。違うのね。
よくそれで転入できましたね。答えは全部ですオールマイティ万能ですね。スータンの賞を取ったネロですが、実は残念ながらどれも出来です。あ、そうなの。こういった自分勝手な行動や公職なところが後世の暴君ネロの評価につながるわけです。あ、暴君ネロ聞いたことあるね。先生、当てられて間違えてない？もっとできる子いるのにね。うわー、イメージが今までずっと溶けてたのに、これが溶けなかっただけで。とはいえ、ネロについて近年では再評価の流れもあります。まあ、どのみちスポーツマンシップには欠けますが、それこそ鴨志田くんの爪の赤でも飲ませたいものです。はは、いやいや、暴君でしょ鴨志田はどう考えてもあの世界で王様名乗ってますからね。まあ、ある意味だから暴君鴨志田です。だからあいつは、いやいや違うだろう何がスポーツマンシップだ。やつこそ正真正銘の暴君だろ。そうだから、実際実力はあるんだろうけど、バレーのね実力は、運動神経もいいんでしょうけど、それ裏でさ、やってることというか、人に対してしてる仕打ちがひどいもんですから、暴君ですよね、そういう意味では。よし、予告状出したらあとは一発勝負だ。慎重に考えて決めろよ。いつ出したらいいか、リュウジもアンドロもヤヒモキしてるはずだ。予告状のことをちゃんと話し合っておけよ。そうね、どうしよっかな。マジでか。まあ、とりあえず来たけど、あとは予告状を出して鴨下の心をいただくだけだ。そうなんだよね、あとは予告状出すだけ。なら最初から予告状出しときゃいい話じゃねえかまあ確かにそうすれば実体化するわけだもんね。そう簡単にいかないんだよ。お宝はいつまでも実体化しているわけじゃない。刷り込んだ意識が薄れればまた消えちまう。そんな持たないってことか。おそらく持って1日かそこらだ。出したらもう次の日に行かなきゃダメってことね。んだよそれ、超シビアじゃねえか。けどこれで予告状出せんだろ、さっさと改心させちまおうぜ。そうね、どうしようかな。今日出したらどうなるんですか。明日ってこと。いいか、お宝がなくなればパレスは消滅する。やり残したことがないようにしろよ。あ、パレス自体が消滅すんのか。予告状を出す、予告状を出す際には次のことに注意してください。予告状を出した夜は外出できません。また翌日、予告状出した夜ね、外出できない。また、翌日は必ずお宝を奪取することになります。準備は予告状を出す前に済ませておきましょう。あー、じゃあじゃあどうしようかな。予告状を出しお宝を入手した後はそのパレスには二度と入れなくなります。宝箱アイテムの取り忘れに注意しましょう。予告状を出さずパレスに潜入しアイテムやペルソナを探すこともできます。ただし残り期限にはくれぐれも注意しましょう。どうしようかな。出しちゃうっていうのも手なのかなって思うんですけど、これ出して次の日だよね、つまり日曜日。やってみようかな。まあそれなりに揃ってるしね。アイテムどうかな。まあ全回復系もあるし全体回復もあるし、使わないで一応取っといたっていうのはあるんですよね。だからいっかな、やってみっか、出してみようか予告状。その言葉
待ってたぜ。いや、なんていうか、その予告状出すじゃないですか。で、次の日になるじゃないですか。それでもしダメだ、まあ、てかセーブできるしね、どっちにしろ。行っちゃおう行っちゃおう、やっちゃおうぜ。いよいよ明日だな。いよいよだな。明日の朝予告してその日のうちにやるんだよ、ね、まだ結構結構余裕あるんだけど、すごい割と早めではあるんだけど、いいのかなこれは。予告の効果は長くは続かないからな。不安か。待ちくたびれた。そうだよね、上等だぜ。そんなもうだから待ってらんないから、こっちももうさっさと鴨志田じゃこさせて丸裸にしてやりたいんだよ。絶対成功させるし、しっかりとあいつにね制裁を加えたいというか。予告状は誰が用意する？俺に任してくれ。あ、こいつが、あ、リュウジが送るの？なんで？確かに。なんでって、なんでだよ。因縁あるっていうところで。ここ大事なとこでしょ？あんたで大丈夫？同感だ。どういう感じでまず送るのかっていうところですよね。派手にかましてやりてんだよ。書かせてくれよ。なあ、いいだろ？いや、まあ全然いいんだけどさ。書けるのか。誤字脱字とかほんとやめてよ。死ぬほど恥ずかしいから。あー、確かに。そこで舐められんの嫌だよね。あと、誰が書いたかバレないやつでね。わかってるって。大丈夫かな。よし、いよいよ明日だ。え、これリュウジに任せないという選択もあんのかな。お前ら準備を怠んなよ。よし、いよいよだ。で、この日はもう出かけられないんですよね。さてと。泣いても笑っても明日が勝負だ。準備は万全にしとけよ。ある意味これはもう俺の中では最速な感覚なんですけど、だってまだ全然日にちねあるのに挑んじゃってるから。予告状に書きたいこと多すぎてまとまんねえよそれちょっと詰め込みすぎても良くないから、ちょっと本当に大丈夫なの？ここにさ、そこの予告状に書く予定の文面をさ、ここに貼り付けてもらってみんなで遂行すればいいんじゃない？まあ任せとけって。ちゃんとマークも考えてある。マーク？明日のお楽しみだ。なんか不安。それよりお前らちゃんと休んどけよ。明日が勝負だ。失敗したらアウトだからな。なるようになれだいろんな意味で、その予告状も含めて、もうなるようになれ。もうきっとうまくいくって。大人は信用できねえ。だから俺らだけでやるんだ。絶対に成功させてあっと言わせようぜ。よし、明日の結婚に備えてと。うん？いつもと様子が違うな。お前そんな険しい顔してたか。人生うまくいかないことばかりだ。そんな方に力が入ってたら失敗すんぞ。そうだ、もうなるようになるぜ。行きましょうか。ちょっと不安な思いもありますけど、どうしようかな。今日は何しようかな。勉強しよっか今日は勉強で一日を使いたいと思います。なお、悪天候の日は集中しやすく、普段より高い効果が得られます。うまく活かしましょう。いいか、社会出たら勉強する時間なんかねえんだ。今のうちにせいぜい勉強しとけ。どうする？勉強します。勉強しようと思います。戸締まり頼んだぞ。俺は帰るからな。終わったら綺麗にしとけよ。へえ明日決戦なんだけど、その前日の夜に勉強するっていうね。ちゃんと学業もおろそかにしないという。すらすら問題を解いてるじゃないか。お前すごいんだな。結構頭賢いイメージあるんだけどね俺は。あの主人公キリがいいところまで来たな。メガネの奥に知性の光なんてなお、わかった。よし、あの先生のやつに答えられなかった分、これで。さ
ってっと。あげれたかな。あまり根を詰めても疲れるだけだ。今日はこのぐらいにしてもう寝ようぜ。全然でもゲージ上がんねえな。こんなもんなんだろうか。お、送りました送りました。よーし、予告状出しました。学校に行くぞ。鴨志田が予告状を見るはずだ。24日日曜日だけど学校大丈夫なのかな。逆に日曜日だからちょうどいいんじゃない。他の人みんな予告状。日曜日だけど結構人いるんだな。朝来たら貼ってあったってよ。うわ、1個じゃね、いっぱいある。恥ずかしい。なんかリュウジ変な文面書いてないでしょうね。色欲のクソ野郎鴨志田スグル殿。おいおいおい、ちょっとなんて書いてあるのこれ。抵抗できない生徒に歪んだ欲望をぶつける。お前のクソさ加減は分かっている。まあクソっていう分はまあね、まあ確かにその通りだから。だから俺たちはお前の歪んだ欲望を取ってお前に罪を告白させることにした。いいじゃん、結構いい文章じゃん。明日やってやるから覚悟してなさい。心の回答だよ。なんか最後が締まらなかったな。明日 やってやるから覚悟してなさい。あいつちょっと出てたね。リュウジがリュウジらしさ出てたな。なかなかのもんだろ。前半良かったんだけどね。ネットでそれっぽいやついっぱい調べたからな。明日やってやるから。あの辺ちょっとなんかな、ガキだったな。微妙。言いたいことはわかるけどバカな子が背伸びしてる感ある。そうだね、舐められてる感じあるかもしれないよ今鴨志田に。あのマークもいまいちなんだよな。あ、マーク見てなかった。どんなマークだったんだろう。そんなことねえし。鴨志田先生なんかやったの。あ、でもこれでちょっとみんなね、噂本当だったってこと。ほらやっぱちょっとみんなの中でもささやかれてたでしょう。つかこれ鴨志田先生からなんか盗むってこと。この変なマークってなんだ。それはまあ気にしないでくれていいから。心の回答なんて何者。ほらなんかちょっと盛り上がってんだしよくね。まあ、いいのかな、話題になってる。あ、誰が。ちょっと鴨志田先生どうしました、取り乱して。見ろよ、歪んだ欲望に心当たりありまくりのリアクションだ。よし、これで多分あれだね、認識したから実体化してんのかな。相当聞いてるな。貴様か、こら。貴様か。おー、じゃあちょっと大丈夫ですか。そんなじゃ評判落ちちゃいますけど、鴨志田さん。あ、やばい、こっちに来る。お前らか。証拠でもあるんでしょうか。何のことでしょうか。やめてくれます、そう言いがかり。とぼけるつもりか。言いがかりやめてもらえます。まあいい、どうせ貴様らは時期退学だ。お、なんだこれ。来いよ、取れるもんなら取ってみろ。お、すげえ、ここでシャドウかもしれない。お、警戒がマックス。お、すげえことになったぞ今の。鴨志田の反応、パレスに絶対影響が出てる。いや出てるね、これでも警戒 100% だったけど大丈夫なのかな。お宝出現ってこと、今日ならいけんだよね。本当にいけんのかなこれ。今日ならじゃねえ、今日しかだ。予告状を目にするインパクトは長続きしないし、二度は起こせない。あ、二度は起こせない。そっか、一発勝負か。お宝を盗めるチャンスはたった一度きりだ。ここで失敗したらどうなるの。あ、まあゲームオーバーか。一日ありゃ十分だぜ。いけるかな、ちょっと不安がよぎってきたぞ。ターゲットに予告状を出しました。パレスに侵入しお宝を奪いに行きましょう。まあやっぱ一応セーブしとこうかな。まあほらやっぱりひょっとしたらひょっとするんでね。
あ、もう一気に来た。さてと。行くぞ、油断するなよ。ちょっとセーブしますね、一応。よし。しかもこの BGM あれじゃん。オープニングというかさ、一番最初の時にも流れてた。じゃあ一気に行っちゃっていいかな。そう、行きましょうか。行くぞ。今日の目的はお宝だけだ。絶対に奪い取るぞ。これは別にさ、戦うというよりもうさ、そうだよ、あ、空いてる。おっと、いねえぞ。一応さ、ここからこねえにはねえようでね。ここから安全に行っていいですか。あ、閉められてる。そう、警戒してんだろ、どうせ。おいおい、扉は開いてるし、兵士はいねえし、どうなってんだ。おかしいね、警戒度 100% だったのに。他に警備を回してここが手薄になったのかもしれん。だがお宝さえ奪えば我々の勝ちだ。このまま進むぞ。それならいいんですか。行っちゃいますよすごい、どういう場所ここまあちょっとあまり深く考えないでしょ。行くぞ、お前のお宝。実体化してなかったからね、あの時は。どういう、あ、王冠があります。これか。おっしゃー、お宝大出現。出現してるね。つーか、でかでか王冠だね。これが鴨志田の心。どうよ、言った通りだろ。これで奪えるぜ。じゃあもう奪ってさっさと出ようか。この輝き、目にしみるいや、そんな暇ないから。もう警戒度 100% だから。なんかムカつく。なんでこんな綺麗なの。鴨志田の欲望なんでしょ。そうだね、皮肉ですね。お宝。つーか、猫が不自然にテンション高心奪われてる。どうしたの、なんか。もう完全に猫になっちゃった。確かにモルガナのテンションがちょっといつもと違うな。またたび、またたびじゃないんだから。もう完全に猫になっちゃった。いい加減にしろ、クソ猫。そうだぞ。警戒度 100% なんだから、もうそれ取ってさっさと出よう。まあ、そんなすんなりいけるとは思ってないですよ、さすがに。あ、いや、なんだ、レディの前でみっともない姿を。なんだろう、そういう一面もあったんだな、お前には。完全にキャラ変わってたし、一体何なの。自分でも止められなかったんだ。人間の欲望にこんなにも惹かれるなんて。なんだろう、こいつのこいつのなんか謎ポイントが増えたな。それって我が輩が人間ってことだよな。どうなんだろうね。知らねえよ。人間の欲望に惹かれるってある意味、あ、人間、逆に人間っぽくないけどねとにかくお前ら運べ。命令ばっかしやがって。けど思ったより簡単だったな。すげえ罠とかあるかと思ったが。これ持って帰っちゃえばバレスが消えるんだよね。そうだね、さっさと行きましょう。それで鴨志田のやつも変わるはずだぜ。よし、今のうちだな。あまりにも敵がいなすぎて不気味ですけどね。おもっえ、待って、こんな原始的な持ち帰り方しなきゃいけないの。こんなにうまくいくとはな。結果的にペルソナ使いが3人も。我が輩の目に狂いはなかったぜ。お前と取引して正解だ。にゃっ。モルガナとの関係が深まるのを感じる。え、ここでまさかコープが
おお、あ、それはそれでありがたいですけど。よし、魔術師属性のペルソナを合体で生み出す際にアルカナバーストで得られる経験値が増加。モルガナとしてもバンバン剤みたいな。ゴーゴーレッツゴーカーモシだ。お、うわ、来たか。やっぱりやっぱこいつはやんなきゃいけないのか。この変態と一戦交えなきゃいけないか。これだけは誰にも渡さん。これは俺様が上司である証明。この世界のコアだからな。そうだよな、それは奪わせないよな。あいつ私のことあんな風に見てるってことよ。いや、そうだよ、そうそうそう、そうなんですよ。よう変態、待ち伏せかよ。探す手間を省いてやっただけだ。俺様がじきじきにここで始末してやる。こっちのセリフだってこの野郎。いや本当だよ、セクハラ野郎。ふん、勝手な勘違いだな。勘違い？どこがよ。人に言えないようなことしてたくせに。隠してくれたのは周りの連中だ。ああ、勝手に勝手に忖度してってこと？俺様の自責にあやかりたい大人や勝ち組願望の強い生徒たち、そいつらが進んで俺様を守ったんだよ。みんなで得するためにな。いや、まあでも結局それって、それを利用したんでしょ。それを利用したのはお前なわけなんだから。得だ、わからないバカが多すぎるんだよ。貴様、青臭いガキどもも、飛び降りやがったあの小娘もな。そうね、あんたにいいようにされて死んじゃおうとか、ほんとバカ。それに気づいてあげられなかった私はもっとバカ。けどどんなバカでもね、生きてくことにあんたの許しなんかいらないのよ。偉そうにするなよ、取り柄もない凡人が。俺だけの才能を俺のために使って何が悪い。俺様は他の人間どもとは違うんだよ。やばいな。そうね、お前は人間なんかじゃない。ゲスな欲望に取りつかれた最低の悪魔よ。学校の中にこんなのいるっていうのがね、末恐ろしいわ。そうだ、俺はお前らと同じなんかじゃない。あ、もうついに本性現しそう。これ、この世界を支配する悪魔さ。いやー、やばそう、やばそう。なんだこいつ、なんだなんだなんだ。やば、全部俺様の勝手だろうか。いや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 、いや、お前のまず言いたいのは、もうお前の勝手ではない。お前の勝手ではないの。だからしっかりと罰を受けてもらいます。今まであなたがやったことの罰、しっぺ返しを食らってもらいます。指さしてやろうぜこいつに。ガンガン、お宝あそこだ。ん、ああ、はい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 、隙をついて取ってやろうぜ。え、取る、やつを攻撃してチャンスを伺うぞ。隙をついて取る。あいた。なんつう地味な。隙をついて取る、ね。なんか弱点とかはあんのかね。まだやれる。ちなみに。一応まあ普通に攻撃していくか。いただいていく。ペルソナ。攻撃力を低下させて。うら。
黙れ。そんな強い威力はそんなないね。威力はそんなにない。恐怖状態ってなんだろうな。これ使ったことないんだけど。あ、効かない。恐怖状態効かない。睡眠は、あ、これも効かない。効かないのね。弱点とかあんのかね。一応なんかちょっと食らうかどうかわかんない。いろいろ食らわしてってみましょうか。そこ家を塞げたからしばらく威力は弱いと思うからね。ヒントがねえかもな。夏が食らわしてく。兵力増強。うわー、人食った。うわ、え、ちょっと待ってよ。完全回復しすぎだろ。やだ、こんなやつとねえ。回復だと。夜通し。あの中のやつ食ったからか。ならトロフィーからぶっ壊した方が良さそうだな。ああ、なるほどね。じゃあトロフィーからぶっ壊すか。あ、違う、脳にして、そうじゃない、相性を変える。なんだよ。これのガキは反逆者に触ってくるな。もうやめろよ。教えてからな。分かった、もうやらないよ。やめろって言われると逆にやりたくなるんだよ。そうなんだよね。みんなガンガン打ち込んでいこうか。ガンガン打ち込んでいきましょうか。あ、今当たってた。バットかますぜ。くたばれ。あ、結構やばい。結構リュウジの体力減ってた。悪いな。あ、ホテル持っちゃった。また下げっか。うわー、攻撃力上がっちゃった。攻撃力上がっちゃった。いただいていく。ペルソナ。じゃあ攻撃力低下してもらって、よし。で、また よし、これで、あ、まだもうちょい残ってる。ここでペルソナだ。ペルソナ。くらい。よし、壊れた。これで回復はもうできない。まさかの全日本で優勝の時。あ、そうだったんだ。よし。よし。よし、それならよし。よりよし。お。こんなことして許されると思ってんのか。俺様はな。俺様はな。何なんだよ。お前は一体何だって言うんだ。ただの変態教師でしょ。カモシカなんだぞ。それがどうした。人のこと見下してるくせによ。今のお前、
すげえだせ。誰も王だなんて思ってないですね。別にわざわざ取りに来てやってんの。さっさと渡してくれる。お前なんかにちょっと時間取りたくないのね、こっちは。黙れ貴様ら。なんとにこれは渡さない。あのコープとかやっていきたいから、パラメータとか上げたりコープとかやっていきたいから。まだそんなこと言う元気があるのかよ。ならこっちも本気でやってやる。やってやる。こっちも本気。あ、勝手に使った。勝手にボコ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 。俺様は王だ。俺様が王じゃなかったら誰が王なんだ。どこまでも俺様に盾ついて、こりゃとっておきはやらんとな。どれどもあれ持ってこい。奴隷ってあれ、ダンスですかな、バレー部の。俺の必殺スパイカー、カラーラズコラースパイカー。どうした奴隷ども、俺様のボールは無駄か。お、三島だ。すみません、鴨志田様、ただいまお持ちいたしました。おい三島やめろ、そんな奴の言うこと聞くな。遅いぞ三島、このクズの薄いやっちまう。もう反抗し三島。まあでもなんか見えてきたね、最終的に三島が反抗しそう、鴨志田に。え、なんでこんなところに。落ち着け。そうだな、あれはあれは鴨志田の認知上の存在だ。本物の三島じゃねえ。そういう存在なんだろうけど、この感じ攻撃が来るぞ。防御するな。あ、何、マジか。じゃあ防御した方がいいな。防御殺技に気をつけろ。怖っ。ガードガード。おーし三島、俺様にパスだ。グズでもそのくらいはできるだろう。行きます。あ、パス。俺様の威厳さを知る。やめろやめ。あ、そんな強くね。こんな強くねえな。おい目障りだ、さっさと消えろ。もう申し訳ありません。鴨志田様。三島の扱いが。次さっさとボール持ってこい。次だ。あら鴨志田様、ボールをお持ちいたしました。鈴井さん、いい子だ。ちょっと鈴井さんになんてことやらせてんだよこれ。そう、女どもも俺様に対して忠誠であるべきなんだ。こいつみたいにな。嘘でしょ、志保がどうして。あくまでも鴨志田がそう思ってるだけだろうけどね。ハザー落ち着くんだ、あれは本物じゃないぞ。そうだよね、でもこんなのって。そう、鈴井まで、てめえもう許さねえ。いやもうこれも早く早く何とかしてやんないと。こいつはもう一度見たいんだな、俺の必殺スパイク。スパイクに集中するカモシダに攻撃をし続ければスパイクを防げるだろうか。おお、それとも忍地の鈴井を倒して鈴井のトスを防ごうか。認知の存在なら攻撃しても実際の鈴井には影響はないはずだが。どうする。そうね。どうしようかな。鈴井のトスを防ぐか。よしやるぞ。よし。あー、こっちは持てない。ヘルス、そっちを防ぎましょう。そこか。あー、おー、フォータンがクイーン。お、やれ。まだ終わらないぞ。これは何でヒルなんだろう。ベルソナー。なるほど、物理でか。キャプテンキッド。すげえ効いた。今のすごい効いたね。悪い鈴井。
とりあえずこれで。鈴井も役に立たねえな。うわ、後で特別指導が必要か。二人きりの。鴨志田、絶対許さないから。やっちまおう。鈴井、悪いな。必ずあのクソ野郎ぶっ飛ばすからよ。力ずくじゃ拉致がいかないぜ。これどうやって終わらせんだろう。特殊な作戦を、指示する。バトルによっては仲間に普通とは異なる特殊な作戦を指示できる場合があります。そうした作戦では成功すれば戦況が大きく有利になります。仲間の提案を参考にして成功しそうな仲間をうまく選びましょう。ただし特殊な作戦を行う仲間は別行動となるため、一人少ない状態でバトルをすることになります。その点も考慮して慎重に仲間を選びましょう。どうする？え、どうしようかな。王冠だけ狙う。じゃあお宝を先に奪いますか。なるほど、ならばプラン B で行くか。見ろ、あのテラスのとこだ。はいはいはい。鴨下の気を引いてるうちに誰かをあそこまで行かせるんだ。なるほど。鴨下に気づかれないようにお宝を取っちまおうぜ。あそこに行かせると、指示を出すっていうのはどうやって。あ、これか。作戦指示する。作戦の指示できなくない？いつでも行けるぜ。できないぞ。敵の情報を見るしかないですけど。ベルソナ。まあとりあえず普通に攻撃して。誰に？どこどう？どういうことだ。とりあえず回収しとくか。助かったぜ。どうしたどうしたドレッド。もっとボールを持ってこいっつうの。ボールがなくちゃぶっ放せねえだろ。一回気を引かせて。ドレのやつらもう誰も残ってねえのか。あ、じゃあもうボールを上げるやつはいないね。お宝奪うぞ。奪おう。鴨志田のお宝を奪わなければ誰かを派遣します。我が輩の俺てか俺いつでも行けっから。いや、やっぱリュウジでしょこれは。よっしゃ、攻撃して気を引いとけよ。リュウジやってくれよ。そう来なくちゃ。よし、攻撃して鴨志田の注意を引くんだ。鴨志田の注意引いとくから。奪え。全然効いてないぞ。もっとガンガン攻撃しないと作戦がバレちまう。マジで全然効いてない。ベルソナ。全然効いてないだと。これで。よし、もうガン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 。ベルソナ。ガンガン行くぜ。うわ、結構食らう。攻撃してカモシタの注意を引くんだ。こりゃまだまだだ。まだダメ。一旦回復しとく。じゃあもうガンガン行く。いただいていく。もうちょいだ。ガチだかね。あと一発ぐらい当ててやれ。あと一発ぐらいね。これで。こっちを見ろお前。貴様だけなんだぞ。この俺様を敬ってないの。
バカなこと言ってんな。別にみんな敬ってないからね。いやいやだよ正直、みんな仕方ねえな、あいつに媚び、正直あいつあんまりいい人間ではないけど、内申点というかね、それで自分の将来というかその後のことを考えてみたいな、まあ、いいこの隙に。ちょっとちょっとそれバレるから、攻撃して鴨下の注意を引くんだ。そこか、ちゃんとやってくれないと。もっとガンガン攻撃しないと作戦がバレちまう。ピルソナー、ちゃんとやってくれないとな、あれじゃバレちゃうから。わあ結構食らう。攻撃してカモシタの注意を引くんだ。結構まだまだか。まだダメかこれ。攻撃して鴨下の注意を引くんだ。こっち見て。大体貴様らは誤解してんだよ。セクハラなんてしてねえし。してるじゃん。俺様とお近づきになりたいってんで。向こうからオーションかけてきてんだ。全然そんなことはないと思います。バカすぎる。すごいよね。すごいこう、いいよ、いい風に自分で撮ってんだね。みんな俺のこと好きなんだなみたいな。近づけていいけど。いやいやなんだよ本当に。仕方なくやってんの周りも。おいった。あともうちょい。うわあやべ。モルガナが。カモシタの注意を引くんだ。モルガナがやばい。モルガナがやばいんですけど。全然効いてないぞ。もっとガンガン攻撃しないと作戦がバレちまう。ちょっと待って、回復をさしたいから。ここで回復しないと回復しないとやばいから、準備 OK だね。全体回復、待って、全体回復いや、一旦モルガナやばいから、全回復どっこいしょうで、どっこらしょう、どっこらしょうで全回復 C の、はい、奪え。全然効いてないぞ。もっとガンガン攻撃しないと作戦がバレちまう。全然効いてねえか。あ、回復しましょう。ピルソナー、やらま、そうだ、攻撃して、ええなぁ、一旦攻撃力低下させっか、ちょっと。あ、でもそんな暇ないか。とりあえず今ガンガンに。まだまだだ、まだダメか。結構でも体力減ってきてるね。結構いい具合に体力は減ってきてるから。いいね、効かないね、そんな攻撃効かないね。え、あれやべ、気づかれた、やば、気づくの遅えよバーカ。間に合ったかな。やれやれ、よし取れた。よし、あ、俺様の一番大事だ。いいぞ、鴨下が動揺している。いけんじゃないこれ。あとは何やればいいだけ。さあどう、鴨下はしおれてる。寄れているのなら、あとはじゃあもうラッシュをかけます。うわ、もうやべえやべえ。とんでもないぐらい食らう。
や、やばいやばい。じゃあこのキャプテンキッドというかね、リュウジのヘッドバットで終わりだ。お前のお宝引きずり下ろしてやった。この力があれば、これでもうお前は王じゃない。我が輩にふさわしいスキルだ。ラッキーパンチ。あ、クリティカルになりやすい攻撃。あ、それはいい。新しい技覚えたよ。マハラギ。敵全体、全体攻撃覚えた。いやー強かったな。でもお、ちょっとちょっと待て、往生際が悪いな。どうしたの？逃げないの？逃げたらいいじゃない。そうだよ、情けない。運動神経抜群なんでしょ。見にくく、昔逃げたらいいじゃないか。ハイエナどもが機体という名の押し付けばかり、そいつらの分までやってやってるんだ。見返りを求めて何が悪い。言い訳かよ。お前のその歪んだ心、俺らが何とかしてやるよ。そうだな、もうお前の心は歪み切ってしまったから、正してやるよ。怖い。今あんたは志保と同じ景色を見てるんだよ。きっと志保も怖かった。でも飛び降りるしかなかった。お前が追い詰めたからな。あんたはどうするの？飛び降りる？それともここで死んでみる？一思いにとどめ刺しちまうか？まあ任すぜ。やめてくれ、頼む、やめてくれ。みんなあんたにそう言ったんじゃないの？けどあんたは平気で奪ってたんだ。わかった、俺の負けだ。とどめを刺せよ。そうすれば現実の俺にもとどめを刺せる。勝ったお前らにはその資格がある。やらない。廃人になられたら罪が証明できなくなる。アンドのは優しいな。俺はこれで廃人にはならないのか。負けたら終わりだ。これからどうすればいいんだ。自分で考えろ。わかった、俺は現実の俺の中に帰ろう。これで本当に自白すんのかね。 おいおい、長話してる暇はないぜ。ここはすぐに崩壊する。お、ムービーだ。パレスが崩れていく。そうか、このカモシダの欲望がどんどん崩れていく。廃人とまではいかなくても、なんかただの猫になってんな。あれ、あ、そうか、みんな普通の姿に戻ってるんだ。だからリュウジも足が、これでもう鴨志田は、じゃあナビ見てみろ。
目的地が消去されました。消去した。本当だ、行けなくなってる。もうじゃああそこでレベル上げはできないってことですよね。お宝は？なんだそりゃ。ちゃんと持ってこれてんだな。メダル？あの王冠は？どうなってんだ？鴨志田にとっての欲望の源がそれだったってことだ。あ、メダリストだから、そのメダルが。やつの中じゃこのメダルがパレスで見た王冠くらいの価値ってことだろう。なるほどね。これオリンピックのだろう。あの変態野郎、過去の栄光ってのにしがみついてただけってことか。ただ実際それで周りもチヤホヤしてたから効果はあったんだろうけど。でもこれで鴨志田の心変わったかも。そうそう、なんだよね。どう変わったんだろうね、それがすごい気になる。多分多分こっちは退学かかってんだぞ。そうなんだよね。我が輩にとっても初めての成功例だ。このまま行かれちゃうとまずいわけだから。でも鴨志田の人格に相当な影響を与えたのは間違いない。パレス丸ごと消えてなくなったんだからな。シャドウ鴨志田自体はもうそういう感じになってたもんね、最終的には。あー、モヤモヤしやがるぜ。今すぐ確かめらんねえの。欲望は消えたはずなんだよな。気になるな、正直見たいな。鴨志田の出方を待つしかないね。今日日曜日だから明日とかじゃないと分かんないのかな。しかし揃ってしけた面だな。喜べよ、大成功に終わったんだぞ。いや、あの大成功だけど、だからやっぱいざ鴨志田を追い詰めたらさ、ねえ、実感ねえからな。結構大変な感じだったよね、追い詰めるっていう作業自体が。やっぱ多分大丈夫だと思うぜ。鴨志田のシャドウ、現実の自分に帰るって言ってたろ。ああ、鴨志田すぐる、あんなやつは人間じゃねえ。そうだね。あの普通に戦った時のあの鴨志田はもう完全に化け物でしたから。けどあの時だけは少しだけ人間らしかったな。最後の最後ね、改心してると思いますよ。お前らのおかげで救われたやつが必ずいるはずだ。やっぱ追い詰めるのは結構きつかったけどね。とにかく待つか。いや気になるわ、鴨志田の野郎がどうなるのか。マジで退学なのとか、どういう人間になってるのか。そうだね、帰ろ。とりあえずやることはやったんだよ。とりあえずやれることはやったから。地下鉄の復旧早くて助かった。今年に入ってから変な事故続いてるよな。この国は歪んでいます、私たちの。もっとマシな政治家いないのかよ。こんな国じゃ希望もクソもねえな。不満だらけだ。え、これこの後どうなってくるんだろう。帰ったか。